ラヌッチョ一世ファルネーゼは、第四代パルマ公及びピアチェンツァ公。アレッサンドロファルネーゼとマリーアデル・ポルトガルの子として、パルマで生まれた。ラヌッチョが11歳の時、ポルトガル王エンリケ一世が後継者を指名しないまま、母子、多い継承問題が起こった。ラヌッチョの母マリーアは、マヌエル一世の娘であるギマ・ランイス公、ドゥアルテの娘であるため、ラヌッチョには、 多い継承権があった。しかし、父アレッサンドロは、スペインをフェリペ2世の進化であることを考え、このさかいには息子を名乗りでさせなかった。母の妹ブラガンサ公爵夫人カタリナは、非常に野心的でこの継承を争いに名乗りを上げたが、継承には失敗した。ラヌッチョ一世の地下、公国は、コロルノ、サラ・バガンサ、モンテキアルゴロを併合した。彼は、 首都パルマの文化革新を進め、4500席を有するファルネーゼ劇場を建設させた。他に、パルマ大学の公園、首都を囲む城壁の最後の拡張を行った。ファルネーゼ家の住まいであるピロッタ宮殿は1620年に完成している。ラヌッチョは、冷酷な圧政者として知られ、自分に敵対していると疑った100人以上の、 パルマ市民を公開処刑に処したことが知られている。その死後、息子、オドアルドが、殺傷オドアルド数奇教の名の下で、行為を継承した。1600年、教皇クレーメンス発生の鉄尊、マルゲリータ・アルドブランディーニと結婚。間に5人の子を設けた。メカケブリゼイデ・チェレット・オリとの間に2人の婚外子が、おり、いずれも、着室追認を受けている。 他の妾との間にも4人の婚外子があったが、うち2人の男子は溶接し、2人の女子は修道院に入れられた。ありがとうございます。